はい、天体望遠鏡ショップ訪問でね、天体望遠鏡どんなものがあるかっていうのね、大体分かっていただけると思うんですけれども、それではね、天体写真の世界っていうのはね、どんな世界なのか、どんなふうにね天体写真を撮るのか、どんなふうなね、作品を目指すのか、そういったもののね、紹介をしていきたいと思うんですけれども、3人のね、初心者の方にね、ご協力、いただいてですね、まあ、天体写真の世界っていうのをね、雰囲気をね味わっていただきたいと思うんですけど、まず最初の方はですね、女性の方なんですけども、まあ、ちょっとお年のこと言って大変申し訳ないんですけども、かなりご年配の方で、まあ、今から、天体写真を始めたいっていうことで、いろいろな自分で調べて、知識は身についたんですけれども、ただよくわからないということで、まあ、最終的に、まあ、SS1 にたどり着いたわけですけれども、で、まあ、天体写真とにかく撮りたいということで、まあ、私もね、サポートついでに、彼女のね撮影の様子をですね、見に行ってきましたので、で1日目はですね、1回目はですね、その撮影の様子の動画をご覧ください。で2回目は帰ってきて、それね、天体写真の場合撮影しただけじゃね、はっきり写んないんですよ。画像処理っていうねプロセスを経ないと鮮やかに、写らないんですけども、帰ってきてその画像処理をしているところの様子をですね、まあ、2回目、ということになりますけど、ご覧ください。はい、隠れちゃった？あった、あった。もう入るかな？ああ、でも出てきた、出てきた。出てきた。入るね。大まかに明日？はい。あらしました。じゃあ、まずか、ポーラーを水平にして。はい。もうちょっと見つけた。どのくらい？いや、
光学式ファインダーで 見ながら合わせるか、うん、どっちがいい？光学式ファインダーで覗いて合わせる、覗きながら合わせるか、ライブビューを見ながら合わせる、どっちでもいいんだけど。あ、でも入ってきてる。これリベルですよね。オートガイド開始。シャッター押したね。押しました。あ、大丈夫。赤だから大丈夫、ね、うん、カメラの USB が細くなればちょうど足りるんですか。あ、でもこれで撮っちゃいけないって言ってたから、やっぱりこれを買わなきゃダメだ。わかった。あ、流れ星。流れ星。うん。流れ星って上に上がらないんですね。うん？流れ星って上に上がらないんですね。いや、上がるよ。こう放射線。放射線に伸びるから、うん、だから上に上がるやつもあるよ。よし、じゃあダーク、はい、ダーク行きましょう。どうやって、蓋かぶせて。ここね。そう、蓋。キャップ。当たった。今ですね、春名山、春名山の頂上付近に来てます。大犬座の付近ですね。この明るい星はシリウスですね。それからオリオン座ですね。